ダークソウル3。わっしーガバガビギピッピロバッパー、おあまがみぎ、右曲がり、右曲がり、右曲がり、でも俺は右に曲がらずに左向く。はい、どうも、ハピネスダークです。今回、ダークソウル3実況動画続きをやっていきたいと思います。今回はですね、深みの聖堂、前回までクリアしていた、ですけども、今回はイグニエの道に来た。まだね、巡りきっていないので、まあ全部をね、こと細かく残すのではなくて、何か目ぼしいものがあれば、その都度残していこう、みたいな、そんな感じで、いきたいと思います。はい、はい、せーの、僕は右曲がる、またやんのか、みたいなね。もう初めてこの動画、初めてこのナンバリング22からね、ご覧になった皆様、実況してる人は頭がおかしいんだなって思ったと思うんですけれど、それは多分間違いないのでね、お付き合いいただければと思います。そして今までハピネスダークの動画を見てくれている皆様、みんなもこのノリに侵食されつつあるんだぜ。気づかなかっただろう。これが、俺の、手品だ。オッケー。おい、おめえら、深みの聖堂、行くんじゃなかったんかい？はい、半ばの砦からですね、スタートして、まだそんなに進んでないですけれども、カニのいるエリアに、行きたいと思います。カニエリア、全く前回最初の頃に挑むまでの間に、むしろ避けて通っていたので、どうしようかなっていう感じですね。なんかちっちゃいカニに見つかっても、お父さんお母さんがこっち来るみたいなね。ママって言ってなんか呼んで、おどしゃーって来るみたいな、そんな感じですよね。なんか向こうに入り口がありますね。いや、あいつアクティブになろうとしてんだよ、なんか。すかさず、気をつけましょう。はい、どうも、こんにちはさん。こいつら、アリンコと呼んでいきましょうね。アリさん。今回はナミの嫁が炸裂だぜ。キャッシャッキー会社ッキー、はい。会社キーって技ですね。会社のキーみたいな、会社の鍵みたいな、事務所の鍵的なね、そういう技ですね。長いよ毒が。オッケー。とりあえずオッケー。この先へ進んでいきましょう。なんかね、アニマックス隠れてる。こいつカモフラージュ率高くないですか？メタルギアソリッド3ではだいぶ 80% 出してますよ。こいつ後ろさせないね、これがあるから。じゃあ解釈キーでいきましょう。解釈キー、なんでそんな硬いの、なんでそんな硬いの、アニマックスは。ほいシュワー、オッケー。すっげー断末魔、そんな痛かったか。すいませんね。解釈キー、オッケー。解釈キーで一撃ですね。オッケー。あ、ケパーレット、イエーイ。あー、違う、そっか、溜め具合によって一撃かそうじゃないかは変わるんだ。チビガニには手を出さないように生きていきましょう。クラブと呼んでいきましょうね。でかいのは。で、ちっちゃいのは、ちっちゃいのは、チビクラブ。もうそのまんまですね。クラブ活動って呼んでいきましょう。じゃあちっちゃいのは。お父さんがクラブ活動にしようか。お父さんクラブ活動で、ちっちゃいのがクラブ。オッケー、そんなこと言ってる場合じゃないんだ。アニマックスめちゃめちゃ強いの分かってるんでね。あー、つかみ攻撃やばい。よし、ナミの嫁だとひるんでるぞ、こいつ。いいぞ、いいぞ。あ、いや、ありがとう。あなたの書いたメッセージが評価されました。ありがとうございます。しゃ、解釈キー、解釈キー。解釈キーのやりすぎで俺、MP がない。よっしゃ、うめえな、ハイビー。そうだ、MP を使うことを忘れてた。せいやー、行くぜ。一撃で倒したいなー。ねえ、OK です。それでは、こっち、行ってないですよね。ですね。このコメントいただいたんですけれども、皆さんコメント本当に日頃ありがとうございます。出会ってほしい NPC がいるのでっていうコメントをねいただいたりね、いろいろ広いですけれども頑張って探索してみてくださいっていうコメントをいただいてね、いやー本当ありがとうございます。頑張りますっていう感じなんですけれども、それを楽しみでね今回やってきているんですけれども、この先にアルマジロータと向こうになんか騎士みたいなのがいますね。開かないんですね。わかりました。じゃあこっちから行くしかないですね。あれ、何、黒騎士、お黒騎士様なのかな。観察しちゃう。シュック。はあ、黒騎士だ、黒騎士だ、すげえ。やばいですね。
会っていきましょう。こんにちはって言って、何もいないよね他に。で黒騎士1対1やりましょう。来た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 、ガッシャンガッシャン言ってる。あーごめん、いきなりヒッツタブ取っちゃった。すげえ黒騎士の体験だ。いいないいな、それちょうだい。うわいきなりやってきた。なんで黒騎士がここにいるの。でもあの頃からずっと生き残ってるの。あーやっべ、めっちゃ強い。やばい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 、あー危ねえ、俺縦でガードしなかった。あ嘘でしょ、縦の上からやられた今。カスタマイズ戻ってきました。はい、それではね、ちょっと油断してなかったんだけど負けちゃいましたね。死んでるじゃん。今度こそ勝っていきましょう。ガードできないものと考えた方がいいかもしれない、こいつの攻撃は。しかも総門だしね俺。はい、よっしゃ、いただいた、ありがとうございます。どんどん背後取れるときは取っていきましょうね。あやばいやばい、危ねえ、よく当たんなかった今。危ねえ危ねえ、当たんなくて落ちた。すげえがっつりしてる、怖いんだけど。怖くなってる戦い方が、めっちゃ勢いがある。オッケー、俺で勝つ。オッケー、やった、ありがとうございます。なんか出してください、なんか出してください。マジで何にも出さねえのか、くそ。あざー、懐かしいよ、ほんとだよ。やりましたね。あそこへ至る道なのか、ここが。あそっか、なるほどね。じゃああんまり探索しない方がいいのかな。そのファランの不死体の道へ行くときに改めて探索した方が良かったのかな。まあいっか、どうせ遅から早くから行くことになるんだもんな。深みの主教たちちょっと強いのでね、レベル上げとか。お、傭兵の相当、お、いいね。なんかちょっとレベル上げや武器のね、収集も目的にして探索していきましょう。でちょっと説明文読みましょうか。一部の傭兵が用いる相当のシミター、やった来た。鋭い刃で敵を切り裂く斬撃攻撃は金属鎧や硬い鱗などに効果が低い。相当武器は両手持ちにすることで左右二刀となり、左攻撃も含めた多彩な攻撃が可能となる。ちょっと使ってみましょう。これすごいいいですね、シミターが二刀流って俺大好きですよ本当に。それあ、なるほど、普段は普通のシミターと変わらないけど両手持ちにするとこうなるよみたいなね。おお、すごいじゃんこれ、早いしね動きが。へえ、これあれですね、ちょっと強化していきたいですね。 OK、 それじゃあとりあえず先へ進みます。何もないかな、壺の中とか。何もない、何もナッシング、隠し扉とかもナッシングね。 OK です。はい、この先黒騎士、あーそっか、ファランの不死体へのルートだから黒騎士がいたりするのか。なるほどな。これ怪しいけど、どうした、すっごく怪しくないですか。絶対そこから何か出てくるよね。え、ファランの種火、ここで説明文読んでも平気かな。重厚鋭利、毒の変質強化。あー、重厚ってなんだ、体験を鍛えたもの。へえ、だから黒騎士の体験だったのか。やりましたね、でも。オッケーオッケー、それじゃあちょっと戻りましょうか。あれ、他に道がなかったな。あ、階段のあったっけ、そういえば。あ、あったあった、ちょっとこっち行っちゃいましょうか。カニがね、どうしてもあれだからこっちに進むしかないんだけど、アイテム、こっちも。あ、そう、なんか現れそうな感じ。傭兵の兜。おお、傭兵シリーズ手に入れました、傭兵くん。はい、鉄製の鉢がね、鉢金、その布を組み合わせた兜、さまざまな戦場、そして清涼に耐えうるもの。バランスがいいらしいですね、動きやすい。あ、いいですね、顔さえこれじゃなきゃいいんだけど。どうすんか、ドッスンはちょっと困るな。顔がこれなんでね、どうしてもやばいですね。だからこれでいく。結局あれですね、何もなかったですね。いや、何かあったけど進む道はないですね。ここが開かないとなると他の道なんだ。なるほど。カニの方行きたくないな。カニの方絶対嫌だな。あー、やだな。クラブ活動がだってすごいもんな。倒してみようか、一体ぐらい。頑張って、波の嫁で。
あーちょ待って、ここ足が遅くなってる、足が遅くなってる、危ない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 。一体ぐらい倒してみよう。せいや、はい、勝ってー。これどうにかなんないのかな、こいつうまい戦い方ないのかな、うまく調理できないかな。来い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 、オッケー、ガードはできるんだな、攻撃自体。バブル光線きた。あ、ちょ掴み攻撃マジで、あーちょっと痛いですねそれは。うーい、マジか、掴み攻撃があったわ、危ねえ。まあでも耐えうるのでまだ大丈夫ですね。バブル光線きた、よし、チャンスチャンス、バブル光線チャンス。口の中が弱点なのかな、あー危ねえ。スタミナがなくなる、こいつの攻撃を避けてると。すっげえ顔してんな、正面がよく効くのかな。やばい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 、ちょっとどここれ、あぶねえ。でちょっとつえ、足遅い足遅い、バブル光線、はい、あれなんか微妙、効いてるようで効いてない。うわーうわ、また当たっちゃった、ちくしょう、この範囲がすげえ。ちょ離してください、あいてててててて、いてててて、いやちょっと待って、なんかちっちゃいカニ、え、あいつ子供までぶち飛ばしやがった、とんでもねえ親だ。モンスターペアレンツとはこういうことを言うんだな、本物の。ちょ、バイ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 、よいしょよいしょ、あーしまった、これはまずった。よしよしよし、俺は全力で逃げる逃げる、何があそこは、はい、すいません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 、遠回りしてください、すこぶる遠回りしてください、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。よし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 、ナイスナイス、引っかかってる引っかかってる、オッケー、よかった。おいクラブ、かわいそうだな、俺が完全に倒してやるよ。オッケー、来てない、なんだろうここは、人いるかな、クラブ活動やばい、え誰、人に会っちゃった、あーまたなんかいるよ、パラン、山賊系山賊系山賊系、なんで、しかもデブだし、こいつらデブというか結構ガタイがいいですね。はい、家庭めっちゃ家庭、ナミの嫁が炸裂だぞお前ら、こいつチャンス、はい、よいしょ、いいね、2人当たりましたね。まあとりあえずこの2人に勝っていきましょう。やばい、いてえ、オッケー、よし、今チャンス今チャンス、やばい、危ねえ、あ1人がちょっと大暴れしてるんでチャンスですね。何あの武器かっこいいですね。あ出た、くしゃみ、くしゃみはやばい、強靭度が出るのでね、つうかこいつら攻撃力があるからな、絶対あれされるのはやばい、攻撃されるのはやばいって思ったんだよ今、ちくしょう、やばいやばいやばい、強いな、おい二人がかりだからな、きついな、ヒットアンダーウェイで行くしかないですね、これはもう。もう一人どこ行った、二人見えてないとちょっと不安ですよ。強靭度が、え何あの攻撃、強靭度がやばい、二人で同じような顔を行動してんだあの二人、オッケーオッケーオッケー、このこっち、このなんかこう鳳凰の体験みたいな持ったやつが早くに倒せそう、結構ガードしないんでねこいつは、盾持ってないし、あいつもターゲットシールドだからな、いつパリしてくるか分かったもんじゃない、気をつけましょう、はい、倒せる倒せる、こいつ強靭度ないしね、はい、やばい、あーくそやべえ、ちょっと横着したわ、何やってんだこいつ、あやめたちゃんと、えらいか、えらいぞこいつ、ちょっとマジでやめてくださいそういうの、よしよし、来い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 、あやべえやべえ、危ねえ危ねえ、倒そうこいつを、こいつを倒そう、よしあと一人だ、よしあいつ奇跡も使うんだ、やばいなこいつ、くしゃみね、くしゃみの間はこっちは主星に回りましょう、アイテム拾っときたいな、もしものことも考えてね、おーし、竜形なんとか、あー危ねえ、あいつの武器か、やったね、手に入れたわ、よっしゃオッケー、はい、ついいいね、こいつらの武器が手に入るんだ、お前のももらうぜ、はい、あーくそ、強靭度がやばいこいつ、また回復か、奇跡使うのか、来いや、俺は貯めるぜ、はい、うわやばい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 、これはやばかった、あぶねえ、もうあとあいつ道に来たからな、チャンス、えっ、しゃーやった、やりました、あ
なんとか勝ちましたね。グレートクラブが手に入るんですね。ありがとうございます。わや。はい、それでは武器の説明文を読みましょう。ああ、カニの音。武器ってる。ああ、どうしよう。あそこ行っちゃうな。エリア、新エリアに入っちゃうな。入るのはちょっと勘弁ですね。そっか、新エリアの途中に二人組とかがいたりするんだな。深みの聖堂の時も山賊がいましたもんね。流刑人の台頭。戦士たちの眠りを守るファランの番人、その一人が振るっていた血まみれの台頭、大なたかな。それは流刑人であった彼の在下の証である。流刑人、太極拳の中でも最も重く、尋常な筋力では振り回すこともできない。24。おお。グレートクラブも一応読んでおきましょうか。じゃあ扱うにはそれなりの力が必要なんですね。硬く壊れにくい武器であり、敵の盾受けを崩しやすい。オッケー。それではですね、改めて進んでいきたいと思うんですけれども、こっちね、ちょっとファランの不死体へのエリアに侵入してしまいそうなので、かがり火もあるのこれ。あ、人がいそうだな。ちょっと見ていきましょうか。人がいるのかな。もう先ジャンプはないぞ。これあれですね、ちょっと下まで行きたいな。これ怖いもの見たさだな、完璧。わ、なんか嫌な音がするな。ぐちゅぐちゅ音がするな。あー、かがり火があるわ。一応かがり火灯しておきましょう、ワープできるようにね。何の音だ、何の音だこれ。デーモン戦っぽい感じもするけどな。 OK、 これでボンファイヤーを灯しておきましょう。はい、それではですね、改めてこの辺りの探索まだまだ続けていきたいと思います。これはじゃあアイテムか。普通に下が正規のルートなのかな。なんかすげえな、あそこに機関の骨線、やった。あそこを目指してるんだな、このファランの不死体のルートに行く場合は。お、これアルマジロータがいたところに繋がってるんじゃない。あ、違うか。ん、あ、これはただ単に道が行けるように、行ける、本当は繋がるよっていうだけの話か。じゃあこの辺りの探索まだ続けて、ある程度したらね、深みの聖堂サクッとクリアして、こちらのねエリアも行けるようにしましょう。アイテム拾おうか。アイテム拾いましょう。なんかちょっとだだっ広いからね、おいそれと拾うのは怖いんだけれども、まあ何か現れたらその都度倒していきたいと思うけど、エストがなくてね。そう、あそこで休もうとは思ったんですけど、あの山賊たちがねリスポーンされるのが嫌だったなとは思ったんですけど、大丈夫か、休んでみるか。おいっとね、サキュー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 、砂の上から歌を歌う。でも、ここは、砂漠じゃないぞ。あ、そういえば、いなかった。よかった。流刑人たちいなかったんでよかったですね。オッケーです。じゃあ、アイテムを、根こそぎ拾います。うるせえ。あ、逃亡騎士の兜。あいつらが持ってたやつか。っていうかさ、前回あそこはあれだ、アニマックスの罠だ。あそこに上の道からポロンと落ちちゃってアニマックスに襲われるよっていう最悪なエリアであり、じゃあ結構探索してるんじゃない。広いっちゃ広いけどね、結構探索してる気がしますよ。はい、それでは逃亡兵のあれを読んでみましょう。あいつらが着てた服だね。不名誉な逃亡騎士団の兜、チリチリにはぐれのたれ死んだのであろう。薄汚れたボロ布のフードに隠されたそれは、炎などに有効な黒金の堅固なもので、かつてを尊ぶ尊ぶ緊張の金彫りの衣装も見て取れる。へえ、すごいいい感じなんですね。本当は綺麗だったんだな。あ、かっこいい。ドッスンですよ。ドッスンでは逃亡できません。ヤハグルに似てる、ヤハグルの鎧に。好きな洋服で巡れないもんな。おっしゃ、オッケー、これで行きましょう。とりあえずオッケー、逃亡奴隷兵って感じがしますね。これ上からなんか回ってきてこのアイテムを取るみたいなね、乗り上げて取りなさいよっていう感じもしなくもないですけれども、これまずいんじゃないか。俺アニマックスにさえ狙われなければ大丈夫か。
もう少し上から来いっていうことみたいですね、あれ。は？どこだ？あそこにもアイテムがあるわ。そこか。はい。はい。オッケーオッケー。こっちは戻ってしまう道ですもんね。こうか、あっと！じゃあ階段の上に行きましょう。階段の上に行って、あ、こっちから回っていくんだ。この上は何があるんだ？おっと、なんかいるわ。あれ、あれ、お、ちょっと待った。マジか、弾かれるとは思わなかった。よし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 。何これ。なんで樽が置いてあったんだ。なんか下にも降りられるな。あー、なるほどね。一本道なのか。じゃあこっちからまず拾っちゃいましょ。よいしょ。真下に敵いたらどうしようかと思った。オッケー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 。なんだこれ。あ、犠牲の指輪だ。やったね。よし、じゃあ今度は向こう側行きましょう。こっち側からあのアイテムを拾えるはずですね。うん、なんだ、なんで割れたんだ。びっくりした。よしよしよ、やった。うん、なんとか手に入れました。よいしょ。なんだこれ。あ、金鷹の正盾。あれじゃないですか、ダークソウル2で自分こういうものですって言ってハピネスも持ってましたよ。これ羽を広げた鷹をかたどった金属の盾。黄金の鷹は古い傭兵団のシンボルであり、今も一部の傭兵はそれをお守りにする。でん、自分こういうものです。オッケー、じゃあこれでいこう。マジかって感じですね。オッケー、これ大体探索したんじゃないか。あっちにもアイテムありましたね、下に。これいい感じで探索したと思うな、俺。できたと思うな。おや、緑化層来ました、スーハーグサ。オッケー。この辺に群生してるんだな。ちょっとカニが倒せないのが尺ですけどね。まあ、大体これはこれで拾えたと思うので、探索編はこんな感じでいいかな？うん。それじゃあ、深みの聖堂に戻りましょうか。よし。また取りこぼしがあったらその都度取りに行きましょうね。はい。はい、それでは今回こちら棺の採取場です。なぜこちらに戻ってきたかというとですね、生贄の道で前回探索していたんですけれども、そこでエストのかけらをね1個アニマックスが2体いるところで発見することができましたので、それをアンドレイに渡したいのと、こちらですね、種火をこっち渡していきましょう。ファランの種火、品質強化あんまりやってないのでね、ちょっとこれを機に何か考えてみようかなとも思っております。そのためにはちょっとソウルが足りないですけれども、おいおいね、やっていきたいと思いますので、まあ、とりあえず今回はセリフ、そしてそこらを回収してしまいましょう。よー、あんたか。まだ無事なようで何よりだ。で、どの武器を鍛えればいいんだ。エストの振り分けではなくて、種火を最初に渡しちゃいましょう。ファランの種火を渡します。おお、これは不死体の種火か。知ってるんだ。ファランの監視者たちがその武器を鍛えたという。貴重なものだ。それを俺に預けてくれるとは嬉しいじゃないか。これで特別な奇跡も変質強化に使用できるぜ。ああ、初体験だ。俺も太腕がなるってもいいよ。あっぶねー、今セリフ聞きながらパーリーモーションしてたけど、反対の武器だったら攻撃してたわ。オッケー、やりましたね。これで変質強化ができるようになりました。あ、毒とかが増えてるわ、すごーい。そっか、じゃあシミタ1本毒にするっていうのもありなんだよな。よし、それであとエストの強化もしてしまいましょう。よし、話すと何か変わるかな。うん、オッケー。それでは深みの聖堂を改めていきたいと思います。よっこいせ。ご視聴ありがとうございます。ハピネス科学のチャンネルを登録して最新の動画をチェックしてください。 PC の方は画面内にある画像をクリック、携帯やタブレットの方は画面下にある登録ボタンからどうぞ。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。評価やコメントもお待ちしております。お送りしたのはハピネスダークでした。怪獣になりかけているハピネスダークでした。戻ってきたぜ。ハピネスダークでした。